い、皆さんおはようございます。今日は2021年、9月25日土曜日です。私は今日は大阪に来てるんですけど、ちょっとですね、道を間違えて迷子になりました。ここは大阪の西成区ってとこなんですけどね。さてどうしたものか。実は元ブロガーの伊勢吉さんとですね、待ち合わせしてたんですけど、ちょっと私が道間違えて待ち合わせ場所に行けなくなっちゃったんで、ちょっと今待機中なんですね。だからちょっとこの場所をなんとか伝えなきゃいけないんですけどね。まあまあ大阪全然わかんないんでね、ほんと申し訳ないですよ。せっかくのお休みなのにね。伊勢吉さんと会えましたんで、まあこれからちょっとお茶でもしに行きますわ。ちょっとインカムがつながってないんでね、ソロ通みたいになっちゃってますけどね。前走ってるのが伊勢吉さんですわ。はい、やっぱ混みますね。まあね、まあ、いつもはやってますよ、私も。5年ローンですよ、5年ローン、うん、住宅ローンも用払わんのに5年ローンも組んじゃってどうすんのみたいなね。ロングさん OK なんでね。2020年ですか、これ。21年モデル。21年。うん、小並さんも昔なんかZ1000 ですかね。あ、乗ってたんだ。ええ。なんか花粉症の時にね、ハクションってなんかやっちゃったみたいで。うん。そんなエピソードあったっけ？なんか言ってました。うん。ものすごかった言ってました、加速が。ああ、回せばすごいだろうね。回すとこないからさ。ああ。高速でもそんなに、うん、そうだね。
あの新東名って120キロまで出せるから、結構早かったよ、昨日も。でも GGR とあんまり本当変わらないんじゃない、大きさ。400cc でこんだけ重かったらあかんと思うんですけどね。これ何キロぐらいあるの？これね、装備重量で220です。あ、じゃあ190ぐらい。あんま変わんないかもしれない ね。これ重い400ってなくなりましたね。だから今はもうそうだよね、大型でさえ軽いからね。大型取りたいんですけど、そういう資金がもう今全くないんで。時間もかかるしね、それなりにね。もろいですけど、これをめでていこうかなと。行けるところまで。じゃあ行きますかね。ありがとうございました。あ、どうも。またよろしくお願いします。これは左出て適当に行けばいいですよね。多摩での、地下鉄多摩での交差点があるんですけど、これが26号線なんですけど、それを左折して行ってもらったら、ナンバとかには行きます。ああ、わかりました。ありがとうございます。そんじゃあ行きますわ。はい、そしたらですね、大阪で元ブログやってるあの伊勢吉さんに、お会いしてきました。ちょっとね、最後の方でね、これもあるあるなんですけど、電池がですね切れ気味になって、どこまで取れてるかわかんないんですけど、まあなんとか、まとめたいと思います。それではまた。ほんじゃねー。